数語りのベッドの私に、同じ立場の奥さんがそっと声をかけてきた。ちょっぴりうるさいかなって思ってた人でも、彼女の明るさに感謝感謝。お風呂の鏡に映った姿のアンバランスさが、痛々しいけど仲間がいるから勇気振り絞って、温泉にも引けちゃう自分をいいぞって褒めちゃう。生きてること、健康に感謝感謝。失ったものはたくさんあるけれど、気づかされたことの方が多いかもね。愛と死を見つめながら思っていること、笑顔で生きよう一度の人生だから、伝えよう悲しみの数だけ。家族の大切さに気づいたこと、伝えよう涙の数だけ。強く優しくなれたことを、伝えよう未来の子供たちに。あなたが涙にくれないように伝えよう、自分を大切に。命はあなただけのものじゃないから、伝えよう命ある今こそ。すべての愛するもののために、伝えよう失う悲しさと、なくしてた確かな喜びを。伝えよう命ある今こそ。すべての愛するもののために、伝えよう失う悲しさと、なくしてた確かな